皆様、おはようございます。ヒースジャガラです。2020年6月17日水曜日7時5分です。おはようございます。阪神高速の4号湾岸線、北向き大阪方面行きで走っております。現在地三宝ジャンクション手前ですね。これから本線ではなく三宝ジャンクション入ってきます。三宝ジャンクションから6号大和川線ですね、阪神高速6号大和川線松原終点まで行きます。そして松原ジャンクション、松原ジャンクションから今度西名阪道に入ります。まあ渋滞などしてなければこの6号の、大和川線このスタート地点ね、三宝から終点の松原まで40分ぐらいで行けるのかなと。これは大変早いですよ。この堺とか泉大津とか この辺りから松原まで行こうと思ったらね、2、30分かかるんですけれども、これが空いておれば10分ぐらいで行くんですよね。制限速度もね、今まだここ60キロ、60じゃない、もうちょい先から60になるんですけれども、40キロはここまで、はい、この先60キロになります。そしてトンネル入ってね、ちょっとしたらもうすぐに80キロに切り替わります。この6号大和川線は主に80キロで走れる道路です。ちょっと上り下りがかなりきついんですよね。トンネルになってまして、でぼーっと走ってますと知らん間に上り坂に差し掛かっていて失速してたなみたいなことになるのでご注意ください。この辺りから、制限速度80キロになります。ややうっすらと、わからないかもしれんけどうっすらと下り坂になっております。松原ジャンクションまで11キロ、鉄砲出口というのがございます。 400m 先左です。鉄砲出口出られますと出た信号が、国道26号線ですね。右に曲がりますと、まあ、堺市街地、まあ、和歌山方面行き南に下る分、左に曲がりますと住之江の方ですね、はい、鉄砲出口です。次は時和出口と書いてございます。この鉄砲出口信号国道26号線左に行きますと、阪神高速15号の堺線の住之江入り口がまたあります。なので今までは湾岸線走って一区間だけ大和川線入って、そして堺線に入るみたいな、そんなことをやったりもしてました。信号ね、3つか4つか5つかそれぐらいで堺線に入れるんですよ。はい、大和川第2トンネル680m、これの入り口のあたりに、鉄砲インター入り口ですね。鉄砲は出口も入り口も両方ございます。鉄砲インター入り口合流、はい、この辺りちょっと登っております。上り坂です。油断すると失速するのでご注意ください。登っております。松原ジャンクションまで9キロです。はい、この辺りがてっぺんで、もうちょっとしたら下ります。今度の下りは結構きついです。今度スピード乗りすぎるんでご注意ください。大和川第3トンネル4922m ですね。結構な下り坂なのと、この辺りからもお分かりの通りカーブも結構あるんですよね。くねくねしてます。くねくねしてて上り下りが結構きついと。制限速度80キロです。ほぼ全区間トンネル区間なので、まあ、こんなところで事故されますと通行止めとかになりかねんのでお気をつけください。カーブもしてるし上り下りもあるしっていう、そういうね道路です。
今日はあの道路大変空いております。水曜日平日7時10分のね、あの通勤ラッシュみたいな時間帯にあのこんだけガラガラっていうのは珍しいんじゃないかと思います。すごい下りやな。これトンネルの壁にあの矢印書いてるでしょ、登ってますよとか下ってますよとか、そんなんが目で見て分かるように、目の錯覚に騙されないようにわざわざ矢印を切ってあります。で、上り坂は速度低下注意みたいな看板もあったかな、ちょっと見逃しがちなんですけども、はい、400m 先時は出口、出口です。東京は入り口あるんかな、またかなりきつい下り坂なんでご注意ください。この辺矢印書いてないけどかなりきついですよこれ。はい、上り坂あり速度低下注意、黄色い看板出ておりました。はい、この辺りから矢印があります。下り坂ここで終わりです。ここから上りになります。ね、上りもきついんですよ、下りがきついし、まあ、その反面上るときはかなりきついと。私の車はオートクルーズかけて走ってますけれども、あの ご自分でアクセル踏んで速度調整されてる方は上り坂になってアクセル踏むの忘れて、ね、80キロの道路だけども60キロとか50キロとか失速して走ってるよみたいな、そうなると迷惑なのでご注意ください。で、この入り口はおそらく時は入り口かなかと思います。はい、またあの上り坂あり速度低下注意という看板が出てきました。松原ジャンクションまであと4キロです。はい、下り坂ここで終わって、ここからまた上り坂、そしてあの見通し見えません、左にカーブしております。まあまあカーブがきついのであの先の方までは見えてません。あと 400m ほどで奄美出口ですね。奄美出口です。松原市街、この出口出たらケース電気かなんかがあったような気がするけれども、あんまり松原市街はあの私知らないんですよ、仕事でしかうろうろしないんで。はい、もう屋根がなくなってというか半分トンネルが終わりました。トンネルがなくなってこの坂登り切りますと三宅西で終点になります。阪神高速6号大和川線でした。今日はね、梅雨 の間のちょっとした晴れ間ということで、あの天気がいいので、あ、まあ明日から雨なんで、あの洗濯するんであれば今日中にした方がいいですよみたいなことですけれども、天気良すぎますよね。ちょっとこんだけ天気いいと、ちょっと私の動画はあのカメラがあの結構光反射してしまって、フロントガラスにいろんなものが映り込んでちょっと不細工なことになってしまうので、あんまりコンディションよろしくないんですけれども、はい、三宅西の、入り口合流がございました。ここまでで、6号大和川線終わります。終点です。はい、この3車線、この道路は14号松原線です。
阪神高速14号松原線、この先左手にね大堀出口かな、最後の出口があったかと思います。それを越えますと松原ジャンクションです。松原ジャンクションからは、近畿道吹田方面、そして阪和道和歌山方面、あと私が今から走りますのは西名阪道奈良方面ですね。そういう風に分岐いたします。大堀出口が 300m 先、その 500m 先に松原ジャンクションということで、阪和道近畿道行かれる方は左車線にいてください。私が今走っておる真ん中車線と一番右車線はこのまま行きますと西名阪道に入ってまいります。今回の動画は西名阪道の終点の天理インターまで行きます。私の目的地配達先今日は天理ということで、天理インターまで西名阪道全区間久しぶりにご紹介いたします。よろしくお願いします。はい、こちら松原ジャンクションですね。左に行きますと近畿道阪和道の分岐があって、また左に取ってすぐに分岐があって、左に取ると近畿道吹田方面、右に取ると阪和道和歌山方面というふうにすぐに分岐がございます。松原ジャンクションからの合流が2回あります。はい、ここからも西名阪道ですね。 0.3 キロポスト、 0.4 キロポスト西名阪道入って 400m あたりっていうことですね。朝の7時17分になったんですが、どうでしょうね。混んでるといえば混んでるし、空いてるといえば空いているし、この時間帯の割には空いてるのかなみたいな、走りやすいっていうほど空いてるわけじゃない、まあ、トラックはね仕事の車はまあまあいるかと思うんですが、もう新型コロナウイルスの緊急事態宣言、まあ、解除になりまして、不要不急の外出は自粛みたいなことが言われてたのが、まあ、つい最近まであったんですけれども、まあ、それ の、 まあ、自粛ムードっていうのももう終わってというか、かなり乗用車増えましたよねっていう印象ですね。まあ、統計的にどうだとかいうのは分からないんですけれども、毎日運転する仕事をしてて肌感覚でそんな風に感じます。はい、先ほど の、 西名阪の料金所越えますとすぐにもう1キロ半ほどで、藤井寺インター出口がございます。西名阪道制限速度80キロです。トンネルのとこどうかな、あそこも60とか70にならず、おそらく80やったと思いますけどもね。トンネルなぜか速度緩める方がおるので、ね、事故も何もしてないのに渋滞するよみたいなことがたまに発生いたします。まだちょっと早いかもしれませんが、ちょっと私は右車線に寄りました。はい、まず、藤井寺インター出口3キロポストですね。3キロポストに藤井寺インター出口がございます。柏まで10分、郡山まで20分、天理まで25分とございます。はい、藤井寺インター入り口合流が 3.2 キロポスト7時19分になりました。はい、一番左車線走っててもいいんですけれども、柏原やったかちょっと読み方がどっちやったか、また後で確認取れたらお伝えしますけれども、その柏原の出口というのが
もう間もなくございます。その出口越えますと、2車線になるんですよ。左車線がなくなりますので、ちょっと早めに右に寄ってあります。まあまあの交通量がありますので、左車線なくなるわーっていう時に右車線に車並ばれてしまうと進路変更できなくなりますので、ね、ちょっと私の大型トラックなもんですから長さがあって不自由なもんですから、ちょっと早めにアクションを起こしてます。制限速度80キロの道路、雨でね、カッパを着たり脱いだり、まあ、毎日毎日仕事そんな感じだったんですけれども、昨日今日と、まあ、天気かなりいいんですよ。貴重な梅雨の晴れ間なんで大事にしていきたいところですけどもね。まあ、ちょっと看板読むの忘れました。柏原まで3キロ、柏まで7キロやったかな。あとは柏原なのか柏原なのか確認しないといけないですね。ややこしいんですよ。この辺は大阪の柏原なんですけれども、奈良にも全然漢字が違うんですけど、文字で書いたら全然違うんですが、奈良にも柏原というのがあるんですよ。桜井の手前あたりにね。柏原ですね、ごめんなさい。柏原まで2キロ、柏原出口は、8キロポストあたりにあるのかな。大学があるんですよね。大学があるのと大阪の柏原っていうのはブドウ狩りがあるかな、ブドウの産地になってるんですよね。まあ、有名なのはその山梨とかね、あんなんが有名かもしれません。山梨県とかがね。でも一応大阪府のこの柏原というのはブドウが盛んなようです。柏原出口出ますと国道165号線、古臭い狭い国道なんで、ガタガタで狭いんですけれども、交通量かなり多いかと思います。奈良と大阪を行き来する国道で、まあこの165っていうのと、ほんで国道25号っていうのとね、まあ、他にもあるんですけれども、この山を越えて大阪と奈良を行き来するみたいな、そういう道路ですから結構ね、交通が集中してしまって、うんざりするぐらいの渋滞がよくあるかと思います。はい、ちょうど8キロポストで柏原インターじゃない、柏原出口です。柏原はね、奈良方面に向いては入り口ございません。そして反対方向、大阪方面に向いては出口がないんですよ。入り口はあるんですけどみたいな。だから柏原から、奈良方面に向かって高速道路乗ろうって思っても、入り口ないんでご注意ください。来てみたら大阪方面に行く方しかなかったわっていうことになりますんで、ご注意ください。柏原トンネル 145m、 すぐにもう一本トンネルあるんですけれども、短いやつが2つ続きます。トンネルなんてね、暗くなるからといって急にスピード落とされる方とかおるんですけど、危ないんでね、ご注意ください。田尻トンネル 287m です。明るさの順応とかもあるし、この出口で急にね、横風突風で飛ばされるっていうこともあるだろうしとか、トンネル出たら雪国だったみたいな、川端康成みたいなこともあるだろうし。はい、ここから奈良県です。だからまあ用心されるのはいいんですけれども、あんまり極端なことしなくていいのかなと。ね、
先頭の車両がちょっと速度緩めたぐらいやったらあれって後ろ走ってる車思うだけなんですが、それずっと後ろに波及していきますと、もう1キロ2キロ後方では0キロみたいな、止まってますよみたいな、前で事故でもあったかなみたいなことになったりするんですよね。なのであんまりやりすぎるっていうかね、ちょっと速度落としすぎると渋滞の原因とかになったりするのでご注意ください。まあ言ってたらですね、今これ前走ってる車60キロ切ってるぐらいかな、80キロの道路なんですが、薄くこれ登ってるんですよ。失速してますよね。上り坂に気づいて、あっと思ってアクセル踏んでも多分重たいんでしょうね、登らんのでしょう。抜きに行くと今度抜けない、なんだこいつはっていうことになるんですけども、アクセル踏まれてもう抜けないと、じゃあブレーキ踏むしかないかなみたいな。追い越し妨害もいいとこだね。まあ今のが追い越し妨害という交通違反ですね。追いつかれて追い越しにかかってきたとなったら、追い越し妨げたらダメですよ。まあ妨げるぐらいやったら追いつかれる前にアクセル踏んでちゃんと加速してくださいねっていうことなんですけど、まあ前の方でもそうですよね。トラック2台並んでしまっても壁になってるけれども抜けないんですよね。さっきまで遅かったやつがアクセル入れてしまってね、並んでしまって速度差がなくなってもう抜けませんと。後ろこんだけ並んでるの分かってても、右側走ってるトラックはもう左側に並んでるもんだから左に車線変更することもできないみたいな。あれはね、左側走ってる車が悪いですよ。その右側走ってるのがノロノロ走りやがってとかそういうことじゃなくて、右のトラックを煽るとかそういうことじゃなくて、あれ左のねトラックが悪いんで。はい、ちょっとギャーギャー言うてる間に鹿島の、パーキングエリアとサービスエリアやんか、ガソリンスタンドあったっけな、鹿島のサービスエリアとこの鹿島のインター、ちょっとごちゃごちゃ言うてる間に超えてしまいました、ごめんなさい。現在地13キロポストで7時27分ですね。対して交通量がいない、車の数を数えたら知れているんだと、1,2,3,4,5,6,7 とかこうやって数えれてしまうぐらいの台数しかいないのにスムーズに流れていないっていうのは、これはね、皆さんの走り方の問題ですよね。右側は追い越し車線、左側は走行車線みたいな、まあそういうこともありますしね、まあマナーの問題であるとかね、そういうこともあって、ちょっと待ってくださいね。法隆寺4キロ、大和まほろば8キロ、郡山が10キロ、ちょっと名古屋が読めなかったですけれどもね、はい、14キロポスト。コロナとか全然関係なかったらもっと車多いんですよね。自粛してるからこんだけしかいないというか、まあ、自粛も半分解けていて解除になってるからもう自粛してる人も半分ぐらいは外出てるんでしょうけどね。まあこの時間帯の割に少ないんじゃないかなと私は思うんですが、交通量多くないのにスムーズに走られへんっていうことは、交通量多い時はまあそこら中で事故が起こったり渋滞が起こったりするんですよ。まあ、ストレスもそうやし、ね、事故で何キロ渋滞とか通行止めとかなると経済損失、皆さんの、ね、ご都合があって高速乗ってるのに、ね、高速代もったいないやないかって、まあ、そういう話だけじゃなくて
あの失われた時間とかね、で間に合わなくて弁償しないといけないとか、まあ、いろいろ発生するかと思うんですけれども、経済損失あるかと思います。まあ旅行で移動されてる方もね、あの旅行が台無しになるわみたいなこととかになったりもしますよね。せっかく旅行に来たのにずっと渋滞に並んでたわみたいなね、観光の予定いちいちキャンセルキャンセルみたいな。なのでまあ事故の原因であるとかそういうのはあまり作らない方がいいし、ね、そういう事故の原因らしきものがあっても あまり君子危うきに近寄らずみたいなことであまり関わらない方がいいのかなと。まあ、そこはね安全運転ということでいいかと思います。ノロノロ走るっていうことがそれが安全運転っていうんじゃなくてね、危機意識ということで安全運転を担保すればいいんじゃないかと思います。西名阪道東行き名古屋方面向いて走ってます。制限速度80キロ、今現在17キロポスト、藤井寺の手前ぐらい、藤井寺の手前というか松原ジャンクションを越えたあたりから17キロということですね。藤井寺、柏原、柏原と越えてきました。で、間もなく法隆寺、法隆寺インター出口、法隆寺インター出て左に出ていったら国道25号線に出るかな。で、右に曲がっていくとどこだっけ、忘れた、竹取とか抜けてね、あの大和高田かあっちの方に行くかと思います。はい、法隆寺インター入口合流、18.3 キロポスト、7時32分です。さすがに、堺市の三宝のジャンクションからあそこからやってるのでもう27分来てしまったか。まああと10分ぐらいで動画終わりますんで、もう少々お付き合いください。山とマホロバまで、1.7 キロ、郡山が4キロ、天理8キロ、名古屋152キロです。こっから152キロですね。山とマホロバインターは、入り口も出口も両方あるんですが、ETC 専用なんですよ。ETC カードをお持ちの方っていうことではなくて、ETC の車載機に ETC カードをちゃんと挿入されておる方のみが使えます。現金の方とかはご利用できないのでご注意ください。あと ETC の方はスマートインター全てに共通するんですが一旦停止です。20キロで通行してくださいっていうことじゃなくてバーがありますからそのバーの手前で一旦停止です。そして2台も3台も連なって走るんじゃなくて1台ずつですね。ご注意ください。例えばガラガラか、平日の7時34分でね、こんなにガラガラであれば。 20.7 キロポストに大和まほろばスマートインターがございます。出口そして間違えて ETC じゃないのに間違えて行ってしまった人の出口が、出口というか本線復旧の道路がこちら左合流ですね。大
場と眞秀場、スマートインターの入り口自体はもうちょっと先にあったかと思うんですけれども、ね、どうだったかな。あ、これですね。入り口の合流 21.7 キロポストで7時35分。まあ、下津道ジャンクションというのが1キロ先にございます。郡山インターの出口と、あと京奈和道という道路で、奈良方面木津というところで途切れてるんですけれども、あの無料区間ですね。あ、違うわ、その京奈和道じゃなくて橿原行くやつだ。なので奈良の大和高田バイパスの手前ぐらいまで行けたんやったかな、どうやったかな、ちょっと どこで降ろされるか忘れましたが、途中で途切れてます、つながってません。京奈和道郡山から橿原まで2区間ぐらいかな。つなげてくれたらねいいんだけど、五世の方もちゃんとつなげてくれてするといいんだけど、あれ一旦橿原で降ろされるとあそこすごく渋滞するんで、国道24号線やったかな、かなり混むんですよね。いやいやな、あれつないでほしいな。今どこまでできてるんだろう。また橿原のところ、大和高田バイパスの橿原のあたりからもう一回京奈和道スタート地点がもう一回あって、そこからこの五世を抜けてちょっと山の方まではしばらくつながってたかと思うんですけれども、最終的にどこまで今できてるのかな。はい、言ってる前に24キロポスト郡山インターあたりですね。郡山インター出られる方はさっき の下津道ジャンクションですか、あれ左に行ってね、この本線ではなく左側走ってないと出られませんよ。そしてこれが、郡山インターの入り口合流です。 24.4 キロポスト7時37分。これを越えますとすぐに天理インターが、2キロ先、天理インターが、西名阪道終点になります。天理インター越えますと、まあ、そのまま、ね、高速道路のような道がまた続きますが、その先は60キロか70キロか、制限速度そんなんやったと思います。昔60キロやったんやけど70キロに上がったんかな、制限速度。ちょっとねずっと走ってないんで覚えてませんけれども、はい、天理パーキングエリアです。パーキングエリアもございます。パーキングエリアご利用になった方もこの料金所というか通りますんでね。今見ましたけれども松屋がありますね、牛丼屋さんチェーン店なんですね。パーキングエリアがあるんだからパーキングエリアで、ね、止めて休憩すりゃいいのに、こんなとこ止めてカーテン閉めて寝てますね。はい、ここから60キロと書いてございます。制限速度60キロ。はい、1キロ先で、天理のインター出口、国道169号線におります。 25.9 キロポスト、26キロポスト、まあ、西名阪全区間で約26キロ27キロぐらいなのかなと感じですね。天理東出口、天理教教会本部 1.5 キロ先みたいな書いてましたね。天理の町ってほとんど天理教じゃないかな多分ね。あっちこっちに天理教の施設があるんですよ。
た出口です。出てすぐ、国道169号線右に行くと天理桜井方面、左に行くと奈良ですね、奈良公園とか鹿がおるあたりですね。はい、動画はこの辺で終わります。35分もやってしまった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。